食べラムネうま。はい、ということで、今回も始まりました。今回はですね、題しまして、知らぬ上のクレーム募集してみたーです。はい、ということで、愛あるクレーム、皆さんから募集しました。Twitter 上の、まあ、マシュマロというね、サイトを介しまして、いろいろちょっとね、僕に、なんか皆さんから、その、まあ、ご要望というか、まあ、言ったらクレーム、なんかないかなと思いまして、とはいえ、まあね、愛あるクレームという言い方を僕もしたんで、クレームとか言いつつ、ちょっとま、可愛い感じの、シライムの Twitter のアイコンが、夜見ると、お腹すきますから、飯テロとかやめて、とか、もしくは夜サッカーの実況通知が来て夜目が覚めちゃいますとかね、なんかそういう可愛い感じのねクレームとか言いつつ、ちょっとこのいや、いい声すぎて困りますみたいなね、なんかちょっと逆にクレームではないのではみたいな、何度か思ってたんですけど、ちゃんとしたクレームがね意外と来てます。クレームとか要望とか割とガチめなやつが来てるので、ちょっとそれに僕はねもう全力で答えてちゃんと受け止めていこうと思いますね。ということで早速ですが、ちょっとね紹介していきましょうかね。はい、まずはペンネームゆきさんからいただきました。ありがとうございます。 YouTube 撮ってる部屋の片付けをしてください。特に棚横、当初から比べると荷物が増えてるような。バレてた。そうね、これいつもね、画角決めるときにたまにね、ちょっとぴゅって出ちゃうときがあって、でもなんかその、あれかな、編集さんがこう、切ってくれるかなと思いつつ、すごい結構散らかってます、実は。この画面外で。そうだな。うん、気をつける。ちょっと一回掃除しようかね。業者さん呼ぼっか。いや、まあでも結構大変だと思う、それこそ。年末大掃除的なね、ありがとうございます。ご指摘受け止めます、ちゃんと。続きまして、ペンネームおにぎりせんべいさんからいただきました。普段は別に好きにしたらいいと思うんですけど、手元がメインで写る動画とか写真を YouTube や Twitter に載せるときは指の毛を剃ってほしいです。1理ある、2理ぐらいある。これ確かにね、 Twitter とか SNS とかでね、指毛バーって生えてたらね、見てる人にとってはちょっとセンシティブな画像と受け取られてしまうかもしれないけれども、俺もでも思うの、アップでなんか手元とか指が写るこう写真とかは、まあ、なるべくやっぱ清潔感というか、いやそもそも待って、清潔感っておかしくない？指毛生えてたら清潔じゃないってこと？それは違うよね。それで言ってみたら、だってもうあれだよ、もうリバプールの選手たちだってもうサラーなんて指毛ボーボーよ、きっと。まあでもさ、男らしさというか、なんていうか、その指を守るための毛だから、むしろ生やしていく、スタイルで言ってやりますよ。これはもうサラーを見習ってますからね、なんだろうね、これは。最初から割とガチめというか、ちゃんとしたご要望をいただいてますんで、箸休めしましょうか。早くも。ちょっと一回ね、可愛いの挟んで、次行きましょうかね。あ、これ匿名希望さんですかね。はい。シライムさんのせいで、全身緑の人を見ると、50代の男性でも、あら、白井さんのオタク？と思ってしまうじゃないですか。どうしてくれるんですか？可愛いかよ。今までのが可愛くないって言ってるわけじゃないんだけど、まあまあそんなことはない。言うたらもうだから、ピッコロ俺のオタクみたいなことになっちゃうからね。なんだろうね、緑イコールしないってわけでもないと思いますし、緑好きな人は普通にいますよ。まあでも、そういう発想をしてしまう、あなたの脳内がもうすでに白闇に洗脳されています。さあ、ということで、次行ってみましょうか。ペンネーム、白闇の後ろさんからいただきました。怖いよ。いる俺の後ろから見てるの？俺のこと。ティラライムさん、いつも動画楽しく見させていただいてます。ずっと言いたかったクレームがあります。愛のあるものだと思います。商品紹介するときに画面のピントが合う前に商品を引っ込めないでください。私にも見せてください。これを知った後にアニメート企画見てみてください。あーほーねー、これはすまぬ。これはすまぬ。ピントが合うのはやっぱラグがあるから、ある程度ずっと出しとかなきゃいけないわけですよね。こういうことでしょ。ほら、あ、ほらほらほら、こうやって待てばいいんでしょ。こうパッて出しちゃうとぼやーってなっちゃうからあれだけどな、ちょっと待てばいいんでしょ。あとこう手をこうかざしたりみたいなね。うん、こういうことだよね。はいはいはい、こういうことなんだよね。だからね、
ああ、はいはい。やっぱ手をかざした方がいいのかな、これ。ね。ああ、もう大丈夫。もう慣れた。もう慣れた。うん。もう慣れたわ。もう慣れたわ。あ、OK、OK、OK。さあ、次のクレームは、これはね、結構あれ、これはまあ、まあ、そうですね。ハードなやつですかね。ペンネーム、ウニコさんからいただきました。面白半分でクレーム受け付けてるだけで、本気で直す気がなさそうなところ。結局は甘やかしてくれるファンの意見しか採用しないんだろうなと思ってます。そんなことないですということで読ませていただきましたけど、直す気ももちろんありますし、あと意外と自分がその気づいてないこととかもあるんだよね。さっきのそのそれこそアニメのグッズとか、そのなんか手元アップで商品見せるときとかっていうのを、撮ってる時は結構ね、いっぱいいっぱいというか、になっちゃってて、そう余裕がなかったりするから、こう気づいてないことがある。すいません、ウニコさん。ちゃんと受け止めさせていただきます。はい。面白半分ではないですけど、ちゃんと。はい。さあ次は、ペンネーム、ぼっちディビジョンさんからいただきました。白山さんを家族に布教したいと思ってメッセージしたところ、画像検索した結果のお顔の作画が乱れすぎていて、かっこいいんだか年相応の中年おじさんなのか、ポットでの YouTuber なのかわからんと返事が来ました。検索上位に来るお写真は作画を統一していただけるとありがたいです。ご検討ください。これは俺にはどうにもできない。こればっかりはもう、その、検索ツールの側の方にもう委ねるしかない。もうこれはもう、作画を直すことはできるか。まあ確かに。俺が気をつければいいことだもんね。一番は髪の毛を早く植えることですかね。さて、次はコミュニケーションについてのちょっとクレームをいただいてます。ペンネーム、空豆さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、白井さんの演技とお人柄が大好きです。でも一つだけ。ラジオなどで相手の話への返答の時、肯定の内容でも否定の内容でも、いや、点々点の否定形から入ることがあり、気になるので注意してみてください。結構印象が左右されると思いますので、偉そうなこと言ってすみません。これからもご活躍楽しみにしております。自覚あり。これはね、そうなんですよ。自覚あるんですよ。なんかね、なんでしょうね。基本的に何か言われても自分の言葉でちゃんと説明したいっていう心理があるのか、いや、それはこういうことですっていうニュアンスで多分嫌って言ってるんだと思うんだよね。結構肯定的なことを言うときも。否定的な言うことを言うときは、いや、そうじゃなくての嫌だと思うんですよ。おー、間を繋いでんのかな、この、嫌で。これからはじゃあ、にします。にしますね。次ですね。長っ。ペンネーム、推しにはかっこよくいてほしいよ、さんからいただきました。ありがとうございます。単刀直入に言いますと、白井さんは自虐をネタにしている気がします。推しを好きになるきっかけって様々だとは思いますが、どちらかというとプラスな面から好きになっている方が多いと思うんです。声がいいとか歌がうまいとか自ら発信していたとしても、推しの自虐とかマイナスな面を見たいと思うファンは少数派でしょうし、私の場合そういう面ばかり見てると、なんで応援してるんだっけと思うこともあります。そういう面も含めて好きだというファンの方ももちろんいるかとは思いますが、やっぱり応援してて嬉しい瞬間って推しのプラスな面を見た時だと思うんです。なので体を張ったり自虐ネタではなく、白井さんにはもっといっぱいプラスな面を、プラスな素敵な面を見せていただきたいというクレームというよりは願望をお伝えさせていただきました。これからも応援しております。もうね、あ、そう、早速言っちゃったよ、さっき。自虐ネタにしちゃダメ？ダメか。まあ、言いすぎたら確かにね。言いすぎたら確かに良くないわ。なんだろうね。僕は格好つけたりするのができないんですよね。苦手だから。素でいたいなって思ってるんで、こういう感じなんですよね。
個人的には僕はそのわざとらしくカッコつけて普段とは違う自分を見せるよりかは等身大のありのままの自然体でいたいというポリシーかな。じゃあ分かったよ、たまには自虐じゃなくて自己目するよ。じゃあシライムの押せるポイントを3つ言いましょう。プラスプロモーションしていきましょう。第3位、いろんな役を演じられるところですかね。声の役幅っていうのは一応そのまあ武器にしていきたいと思っているというところで、いろんな白井雄介が演じるキャラクターっていうのを皆さんに触れていただきたいなと思います。シライムの押せるポイント第2位、面白いところかな。自分で面白い、いやその飾らないところ、飾らないところ、うん、さっきのと通じるけれども、僕は個人的には推しポイントかなと思うんだ。自然体なところとかね、あんまり意外といないんですよ、そういう人って、ということで、シライムの推せるポイント第1位、もうこれはもう圧倒的にこれですね。オプティミストなところですかね、楽天的なところですかね。うん、もうポジティブもそうなんだけど、もうポジティブよりもその楽天的な部分っていう方が大きいかもしれないね。どっちかというとその何かミスをしてしまった時に、まあ、ネガティブな人はああやっちゃったよーって押してくるでしょ。ポジティブな人はよし、このミスをバネに変えて次はよし、もっとうまくやろうぞってなるでしょ。だけど俺はそれももちろんあるんだけど、それよりもああミスしちゃったけどまあいっか大丈夫だっつってっていうタイプ、どっちかっていうと。うん、まあでも両方一応あるんだけど、これがシライムの三大推しポイント。役の幅、自然体、オプティミスト。はい、ということで勘弁してください、こんな感じで。はい、続きまして、宇宙規模のソウルメイト、コメコさんからいただきました。ありがとうございます。乙女ゲームを見るたびに脳内にシーラさんがよぎるようになりました。一生乙女ゲーム真面目にプレイできない気がします。助けてください。いやいや、これはそんなことないんじゃない、そんなことないでしょ。だってあれは3次元だから、シーラは3次元だと。ただシーラがいよいよ2次元化したら、あなたのその現象がもっと普及されることでしょう。シーラ2次元化プロジェクトを始動しましょうか。じゃあ大丈夫、すぐ忘れるから、すぐ忘れるからね。はい、続きましてマイナさんからいただきました。ちいかわのアニメに出演してほしいです。出演してくれないと悲しいです。何ちいかわって、チーズ、ちいかわ、ちいかま、それちいかまか、あ、これか、これちいかわっていうの。2020、来年アニメが展開されるってことか。じゃあまだわかんないんだ、チャンスはまだあるかもしれないってこと。これは今言っといたらもしかしたら出れるかもしれない。シライムもちいかわ出たいです、ちいかわ出たいです。でも俺できる、この可愛い声できる、可愛いキャラクター。さっき役幅ガンダだとかなんとか言っといてあれだけど。最後、ミヤさんからいただきました。白石さんこんばんは。白石さんがサッカーの感想をつぶやいていると、朝タイムラインが埋まってます。白石さんのサッカー愛が伝わって私まで気になっちゃいます。好きな選手や魅力を教えてください。試合だよ。